さて3番目のパフォーマーをお呼びいたしましょう。電流スケベ。それでは準備は OK でしょうか。参りましょう。電流スケベのパフォーマンス、用意スタート。俺は安心してる人間が嫌いなんで、来客頻度もただでさえ少ない、まあ接客態度もふてぶてし、しがないラーメン屋をやめて運び屋を始める。まあきっかけは新聞の求人欄広告にあったところに、住所、氏名、年齢、学歴を書いて送るエアメール。名前の下に、小文字のアドレスの下に、あなた様はめでたく採用されましたので、近日中の公的交通機関を用いたライブをお願いしますという返信画面を眺めつつ、まあ、駅前から遠い、まあ、ここに近い怪しげなビルディングに入る。椅子とデスクしかない殺風景なところに、謎の物品が毎度のに運んでくる。俺は謎の物品を、まあ、無表情で運んでいく。会社から配給されたシンシナティレッツの帽子をかぶって、塗装の剥げた赤黒い軽自動車を走らせて、車内からの BGM はもちろん会社の飲みの席で上司から借りたブッダブランドの人間発電所。間違いない。まあ、かかってる音楽を聴きながら軽自動車を走らせて、まあ、上司から口酸っぱく入る前に言われたセリフ、検問にだけは絶対に引っかからない。制服警官の赤く光る警棒を眺めつつ、俺はその検問を無視して突破する。全開のエンジンで走り去って見える風景の切り裂きを、まあ、そんなもん関係ねえ、俺はとにかく走るぜ。堀の深い不法入国者の目は俺の顔ではなく俺の帽子のマークを見て、ここで俺はそのマークの意味、シンシナティレッツ C の字が何だったのか、何の意味だったのかを理解する。そして前から通り越していく有料自動車を無視して突っ込んでいく。そして辺りにはショッピングビルディングが並んでいる。俺は少女、そこにいた少女をさらい、人気のない山中へと走っていく。